ゲームブック、ゲームブックは読者の選択によってストーリーの展開と結末が変わるように作られゲームとして遊ばれることを目的としている本である。アドベンチャーゲームブック、アドベンチャーブックとも呼ばれる。迷路や謎々など遊びの要素を含んだ書籍、主に自動書もゲームブックと呼ばれるが、本校で解説するものはこれと本質的に異なるものである。ただし、 これら自動車の中でも読者によるストーリー分岐を取り入れたものは単純ながらも本校で解説するようなゲームブックの要素を持ち合わせている。本文は数十から数百個のパラグラフ、段落に分けられており、各パラグラフには順に番号がついている。読者はそれらのパラグラフを頭から順番に読むのではなく、パラグラフの末尾で指定された番号のパラグラフを次に読む。 パラグラフ番号の代わりにページ数をそのまま利用し、1ページを1パラグラフとして扱うゲームブックもある。いずれも次に読むべきパラグラフは一つに限らず、多くは複数の行き先が存在する。それらはプレイヤーによる任意選択ができたり、口実するランダム要素によって決められたり、以前に言った選択や判定の結果が影響して決まる。このような方法によって、 多様に変化するストーリーを実現している。多くの場合、読者は物語の主人公の立場となって困難に立ち向かい、ロールプレイングゲームやアドベンチャーゲームを本の形式で楽しめる。主人公に名前を付けられているものもあるが、二認証、あなたが主人公となることも多い。複数の結末が用意されており、一つ以上のグッドエンディング、勝利と複数のゲームオーバー、ドエンド。 敗北がある点は、コンピューター RPG や、サウンドノベルなどと同じである。また、作品によっては戦闘の勝敗などに、ランダム要素が取り入れられており、サイコロ等の乱数生成手段が使用される。一部の作品では、サイコロの目や数字などが、各ページの隅に印刷されており、ページを適当に開けた時に、そのページに印刷されている数字によって、次の行動が指定され、 サイコロを使わずプレイできるようになっている。文体は読者に対して語りかけるようなものに認証体が多くを占める。一認証の作品もあるがプレイヤーへの指示などはに認証である。ゲームブックの原型については諸説あるが、その初期の代表的な作品の一つにバンタムブックスの君ならどうするシリーズがある。このシリーズは日本では タイムトンネルの冒険、サハラ砂漠気球旅行など6冊が1980年に学研より翻訳出版された。これらの作品にはランダムな戦闘や所持品などの概念は含まれておらず、パラグラフの選択のみによって物語が進められていく単純な形式である。テーブルトーク RPG のソロシナリオとしては、リックルーミスにより1976年に 発表されたトンネルズトロールズのバッファローキャッスルが最初の作品とされている。続いて1977年に発表されたデストラッペイコライザーは日本ではデストラップの役代で1989年に社会思想者より刊行された。本格的なゲームブックの歴史は1982年にイギリスのペンギンブックスより発行されたスティーブ・ジャクソン。 イアン・リビングストン教著、皮吹山の魔法使い、ティーワーロック・オブ・ファイア・タップ・マウンテンで始まる。1980年、ダンジョンズドラゴンズをはじめとするテーブルトーク RPG のイギリスにおける流行の担い手だったジャクソンとリビングストンは、テーブルトーク RPG の入門書をペンギンブックに提案した。初期の計画では、テーブルトーク RPG の遊び方や、 ファンタジー世界への導入のためのマニュアルに過ぎなかったが、作成するうちにファンタジーの世界そのものを本の中に収め、一冊の本の中で TRPG を楽しめるものへと変わっていった。一人一人の読者が冒険の主人公になること、パラグラフ選択という手法、サイコロによる戦闘など、ゲームブックの典型的要素はこの頃に固まったとされる。 そうして作られたのが、ひふき山の魔法使いである。それ以前にも、パラグラフ選択だけでサイコロなどを用いない単純なゲームブックは存在した。また、テーブルトーク RPG の一人、プレイ用シナリオなどもあった。中でも先に研究された、トンネルズトロールズのソロアドベンチャー群は、テーブルトーク RPG の自由度を紙媒体において、巧みに表現した仮作と言えた。 そして、火吹山の魔法使いは、この書の書籍で、ゲーム性と物語性を巧みに調和させ、かつ商業的に類を見ない規模で成功を収めた講師と言えるだろう。同書は、ベストセラーとなり数多くの国で翻訳、出版され、さらには、ファイティングファンタジーシリーズや、ソーサリー四部作へと発展した。また、いくつもの出版社がこれに追随し、ローン・ウルフ、 ゴールデンドラゴンファンタジー、クレイルクエスト、ドラゴンファンタジー、ブラッドソードなど何種類ものシリーズが登場した。中でもイギリスで1983年より刊行されたソーサリー4部作は全巻合計でのパラグラフ数が約2000に及ぶ超大作である。バルサスの要塞より発展した読者が魔法使いとなって呪文を暮らし唱えるシステムや 今後の時には100を引いたパラグラフに進むなど、選択肢にないパラグラフへの移動も取り入れた最初の作品である。しかしその後、ゲームブックというジャンルは次第に衰退していった。ゲームブックの仕組みが一見単純なせいか多くの作品が作られたが、ソーサリーを超える作品が出ず、マンネリ化したり、あるいは熟練者を狙った新作ではシステムが複雑すぎて、 新規読者に受け入れられなくなったことが衰退の原因とも言われている。また、ファンの興味がコンピュータゲームに移ったという説もある。いずれにせよ、人気を博したシリーズのほとんどが姿を消してゆき、1990年代前半にはブームが終わったことは明らかだった。元祖とも言うべき、ファイティングファンタジーシリーズは発行を続けていたが、百九十五年に十九巻を、 発行した後、60巻、ブラッド・ボーンズを未完として残したまま、姿を消した。根強いファンを持つ、ローン・ウルフシリーズが最後まで残ったが、1998年の第28巻で終了した。2002年に、イギリスのアイコンブックスが、新ブランド、ウィザード・ブックスを立ち上げて、皮吹山の魔法使いを復刊した。同社はその後も、 ファイティングファンタジーシリーズで人気の高いものを選んで復刊した。さらに、前日のブラッドボーンズや完全新作のアイ・オブ・ザ・ドラゴンをも刊行している。また、日本においても、ヒ吹山の魔法使い、バルサスの要塞、ソーサリー、ドルアーガの塔などが復刻されたほか、魔人流星誕などの復刊ではない完全な新作が発表されている。黎明期においては、 1984年7月、コンピューター雑誌、マイコンベーシックマガジンにおいて、手塚一郎により、ペーパーアドベンチャーとして、ゲームブックの形式が紹介される。これは、雑誌の数ページを利用して、短いパラグラフを詰め込んだ、ミニゲームブックと言うべきものだった。私服の制約もあり、パラグラフには、ごく簡単な状況説明と選択肢だけが書かれた、単純なのだったが、 前例を見ない、このコーナーは人気を博し、その後、読者投稿によるペーパーアドベンチャーなども掲載されるようになった。同年9月、朝日ソノラマより、ハローチャレンジャーブックシリーズが刊行開始。これが日本における初のゲームブック単行本である。第1弾は、高橋まさや執筆の、出発、スターへの道。同年12月に日本語版。 皮吹山の魔法使いが社会思想者より発行されて、直ちにベストセラーとなり、翌1985年にはソーサリー四部作の日本語訳が東京草原社より草原推理文庫として発売され、ゲームブックブームの火付け役となった。1980年代には二見書房、藤見書房、ホビージャパンなどの出版社がそれぞれシリーズを刊行するという一大ブームになっていた。 1986年には社会思想者よりゲームブック雑誌ウォーロックが翻訳、創刊された。双葉社がルパン三世のシリーズの刊行を開始した。当時放送されていたルパン三世パートイではなくルパン三世 t v 第2シリーズの設定を取り入れ独自のストーリーを展開した。大ベストセラーとなり1991年まで刊行され2010年代に 傑作戦が配信された。英米のシリーズが翻訳されただけではなく、日本で多くのゲームブックが書かれ、量的には翻訳作品を凌駕した。質の面でも、1984年のアーケードゲーム、ドルアーガの塔を原作とする、ドルーガの塔三部作、鈴木直と草原推理文庫1986年単や、パラグラフ数百例を数える大型メルヘンファンタジー。 ネバーランドのリンゴ、林智彦、草原推理文庫1986年なども登場した。東京草原社はゲームブックコンテストを開催し、日本のゲームブック作家の育成に大きな役割を果たしている。このようなゲームブックの流星は日本におけるテーブルトーク RPG の普及に直結した。ゲームブックは複雑なルールを持つテーブルトーク RPG の 入門書の役割を持っていた。ゲームブックファンに対して、より進んだ遊戯として、テーブルトーク RPG が作り手側より提示されるということが行われていたし、ゲームブックのプレイはテーブルトーク RPG への橋渡しとし有効だった。前日のウォーロック氏などはテーブルトーク RPG 雑誌へと変わっていった。一方、当時の日本は、任天堂のファミリーコンピュータ、 ファミコンをはじめとする家庭用ゲーム機が爆発的に普及していった時期であり、そのため日本ではコンピューターゲームをベースとしゲームブックが多数発行された。特に双葉社のファミコン冒険ゲームブックはコンピューターゲームを主体とした低年齢向けのゲームブックを多数出しており、最終的に130以上のタイトルが刊行された。他には ゲ文社からアドベンチャーヒーローブックスシリーズが刊行されるなど、数多くのゲームブックが発売されている。中にはすべて漫画で描かれた作品も存在した。ゲームメーカーを自らが制作する例もあり、コナミからは、双葉社を意識した想定で、自社ブランドのコナミワイワイワールド、メタルギアやコントラ、ドラゴンスクロールなどが発売されている。エニックス、ゲンスクウェアエニックスからも、 エニックスオリジナルゲームブックとして、同社が発売したコンピューター RPG の人気作ドラゴンクエストシリーズ、ゲームブックドラゴンクエストの高算章などのゲームブック化作品が発行されている。ところさんの守るも攻めるもは、ところジョージ自身が書いた。しかし、一連のブームは1990年、移行急速に衰退していった。 1990年にはゲームブックの新刊はほぼでなくなり、1990年代初頭にはゲームブックブームの原因役となっていた社会思想者、東京創者、双葉社、強し文社も撤退し、ゲームブックのブームはほぼ完全に終焉した。ゲームブックを手掛けたことがある塩田信之は、ブームはコンピュータゲームにおける RPG の流星を反比例していると、 ゲーム機で手軽に冒険できるようになったとき、七面倒く臭いゲームブックをわざわざやろうと考える人は少なかったということだろうと書いている。そんな中で、エニックスはドラゴンクエストシリーズやマザーにファイアーエムブレムなどコンピュータゲーム作品のゲームブック化を続けたが、ドラゴンクエストシリーズは1996年のシックス、全4巻が最後。 そして1997年のスターオーシャンでエニックスオリジナルゲームブックシリーズも終焉を迎えた。21世紀に入るとゲームブックの散発的なリバイバルが行われるようになる。2001年にははじめ土砂が鈴木直人の新作チョコレートナイトを皮切りにゲームブックを取り扱うアドベンチャーゲーノベルブランドを展開。2005年には不走者が ヒフキ山の魔法使いとバルサスの要塞を復刊。ホビージャパンが対戦型ゲームブックであるロストワールドを日本向けにアレンジしたイーンズブレードシリーズを開始。ホビージャパンはまた2009年には HJ 文庫 G レーベルで遊べるノベルとしてデストラップダンジョンといった往年の名作をライトノベル風にアレンジして復刊。2012年には株式会社フェイスが ゲームブックアプリのポータルサイトイレインブックの運営を開始した。しかしこうしたリバイバルは低調に終わる。はじめ土社のアドベンチャーゲームノベルシリーズは2013年以降観光を停止しており、クレールクエストシリーズは5巻の魔獣王国の危険を最後におけされた格好となっている。ホビージャパンは2016年現在においてもクイーンズブレードの観光を続けているが、 HJ 文庫 G レーベルについては公式サイト自体が消滅している。インゲインブックは2015年にサービスを終了した。2016年3月、幻想迷宮書店が Amazon Kindle 版のゲームブックの配信を始めた。本の形式ではないためゲームブックとは異なるが電話を使用したテレフォンアドベンチャーと呼ばれる作品も存在する。これは決められた電話番号にかけると、 音声ドラマが流れ、選択肢番号の代わりに電話番号が示される形式であった。正しい選択肢を選ぶと少ない電話台で最後にまでたどり着くことができ、そこでのメッセージを送ると抽選で商品が当たるようになってい。地層階級王国や次元から繰り漂流記、魔界王団ドラゴンラリーなど、二馬車の作品があった。後に CD が普及すると、各トラックが 選択肢番号になっている作品も存在する。選択肢の代わりに指示されたトラックを選択すると、音声ドラマが流れるという形式である。ゲームブック原作からは、地層階級王国と次元からくり漂流機の2作品が CD ゲーム化されている。コンピュータゲームの1ジャンルである、サウンドノベル、またはビジュアルノベルは、ゲームブックの影響を受けたものであり、 画像や音楽による演出やゲームブックでは難しいマルチストーリーやエンディングを盛り込んだものとなっている。その他、鉄道移動等でも手軽に遊べるようにするために一切の筆記具、サイコロを用いないタイプのゲームブックも少数ではあるが存在していた。実際はこのようなパラグラフが数十から数百あり、読む途中でページを行ったり来たりする。戦闘のシステムは ゲームブックごとに異なるが、ここでは代表的なものとして、ファイティングファンタジーシリーズで採用されているものを挙げる。プレイヤーは冒険を始める前に、技術点と体力点を決定する。技術点はサイコロを1個振って出た目に6を加えた値、体力点はサイコロを2個振って出た目の合計に12を加えた値である。戦う相手となるモンスターなどの敵も、 同様に、技術点と体力点を持っている。戦闘になったら、サイコロ2個を振って出た目を、プレイヤーの技術点に足す。そして、敵モンスターについても、同じように、サイコロ2個を振り、モンスターの技術点に足す。この値を比べて大きい方が相手にダメージを与えた、ことになり、値が小さい方の体力点を2点減らす。 値が同じであれば、双方ともに攻撃をかわしたことになるので、再びサイコロを振り直す。これを繰り返して、どちらかの体力点が例になるまで戦闘を続ける。あなたは今、ゴブリンと向かい合っている、幼児や児童を対象としたゲームブックもある。一般的なものは、文章式、ゲームブックにおける1パラグラフが1ページの漫画で表現され、 筆記用具や記録シート等は必要とせず書籍、単独で遊べる。プレイヤーの選択のほか、挿入されたゲーム、クイズやパズル、迷路などの結果によっても物語の展開が変化する。他にも、学習雑誌の付録になっているケースもある。ニャンタンシリーズ、無茶の猫丸シリーズなどがある。2007年に発売された、任天堂 DS ソフト、世界中の迷宮では、 往年の翻訳ゲームブック帳テキストで紡がれる物語ということをキャッチコピーにする。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。